本土復帰から52年、過重な基地負担は変わらず、アメリカ軍による性犯罪は繰り返されています。私たちに静かな沖縄を返してください。軍隊のない、悲劇のない、平和な島を返してください。1995年には、アメリカ海兵隊員の男3人による少女暴行事件が発生し、全県的な反基地闘争へと広がりました。2016年、元アメリカ海兵隊員の男が、うるま市に住む当時20歳の女性を乱暴目的で殺害し、遺体を恩納村の雑木林に遺棄する事件が起きました。県警によると、アメリカ軍関係者の刑法犯の検挙件数は、1972年の本土復帰からの50年で6163件に上ります。強盗や殺人、強制性交等などの凶悪犯の摘発は584件で、このうち強制性交等は134件となっています。事件が起きるたびにアメリカ側は綱紀粛正を誓いますが、卑劣な性犯罪は未だ後を絶ちません。それではスタジオには取材した平記者です。お願いします。お願いします。まずは今回の事件発覚の経緯を見ていきます。去年の12月に事件が発生、その後県警による在宅捜査が続いた後、3月に県警がアメリカ空軍の男を書類送検し、検察が起訴していますね。はい、こちら3月に検察が起訴したタイミングで、外務省はエマニュエル駐日大使に抗議しています。はい、ただその後、昨日までの3ヶ月間県への連絡は一切なかったんですね。はい、一切ありませんでした。またここまでの県内の動きもまとめて見てみます。まず1月に政府の大執行により大浦湾側の工事の準備が進み、5月には駐日大使が先島の自衛隊基地などを視察しました。そして6月には県議選が行われています。4月には岸田総理の訪米など、アメリカ側そして県と政府にとって重要な日程が続いたタイミングでもありました。3月時点で抗議を受けていたエマニュエル駐日大使に関して、私は与那国島の視察を現場で取材していたんですが、大使は終始にこやかに笑顔を見せながら、日米の安全保障上の連携強化の必要性というものを強調していました。ただその時点で大使は未成年の少女を巻き込んだこれだけ重大な事案が沖縄で発生したことを認識していて、そのことについて一切の説明もないまま、今後の日米の連携強化ばかりを強調していたわけです。まあ、隣国が危険だからと有事のための連携強化を訴える前に、まずは県内で繰り返される基地から派生される諸問題、県民の日頃の暮らしに与えている影響から見直す、対応するのが先だろうと、大使の行動には違和感を感じます。はい、今回の件について政府やアメリカ側の対応について識者はどう考えているんでしょうか。こちらです。沖縄国際大学の前泊博盛教授は、日米政府の対応について、事件発生の危機的状況を隠蔽し密かに処理した重大な問題だと批判しています。また県が事実を知らされなかった空白の3ヶ月については、県議選後の公表に政治的な配慮、思惑を感じさせる、人権よりも政治、政局を優先する日米両政府の姿勢が示されていると指摘しています。このほか、自衛隊配備や日米共同演習など県内で進む軍拡に対する県民の反発を抑える目的もあったのではないかと話していました。次に、玉城知事が今回情報共有がなかったことについて憤りを述べている一方で、外務省や県警は被害者のプライバシーへの配慮を報告しなかったことの理由に挙げています。はい、また今回の件は防衛省にも正式な連絡がなかったようで、防衛省関係者の一人は外務省の対応をセンスがないと一括しています。県と政府の対立が目立ってきた中で、何かしらの配慮があったと見られるのもしょうがないと話していました。
もちろん被害者のプライバシーは十分に配慮されるべきものですが、過去の事案ではプライバシーに配慮して広報はされないものの、検察、県警、外務省が県に情報を提供し、県も表立った発表はせずに政府と足並みを揃えて抗議や被害者のケアに当たっていました。県が言っているのは何も被害者のプライバシーを公表しろということではありません。今回のようにアメリカ軍基地を抱える行政として県民の安全を守る責任ある対応を取るために必要な情報さえも与えないというのはどうなのかという点です。米軍が起こした事件の一報さえも知らされないということは、基地を多く抱える沖縄にとって自らの暮らしを自らで考えることができないということに等しく、政府はこの状況を重く受け止めるべきです。ここまで平記者とお伝えしました。